えでもなんか、そのさっきも言ってたけどさ、これ、どう、どういう風にいつも情報収集してんのああ、僕は、一個はやっぱツイッターは大きいですね。なんか。ツイッターうん、やっぱツイッターのなんかこう、有名なアカウントをフォローしまくるっていうのは、まあ、やっぱ、<laughs> すげえ地味な話なんだけど、やっぱ一番聞く、やっぱ一番そこがこう、勉強になるっていうか、 有名なアカウントっていうのはどう,どういうものなんですか、具体的に。どういうもの、まあ、普通の個人のや詳しそうなアカウントをフォローするっていうだけの話ですよ <laughs> あ。ああなるほどね。いや、でもなんかね、うん、なんか難しくて、な,なんて言ったらいいのかな。僕はやっぱ技術的な要素でちゃんと理解してそうな人をフォローするっていうのが大事だと思ってて。ああ、はいはいはい。そうそうそうん。なんかその辺がちょっと知りたかった部分はありましたね。そうっすよね。 <laughs> 例えばなんだろうなバイネームで上げた方がいいのか <laughs> <laughs> いやまあいや僕まあツイッターも,もう仮想通貨用アカウント1個作ってて <laughs> そこでキーフォンフォローしてるんですけど、えー、あまあ例えば牧十うまいさんっていう人がいるんですけどその人昔からもう前回バブルの前ぐらいからイーサレゲムに技術的な面からすごい詳しい人で。 その人とは結構イーサリアムのそういう技術的な発信をしてくれるんでフォローしてたりしますしなんか2つぐらいアカウント出てきますけどえっ牧獣うまいと牧獣うまいと学ぶ仮想通貨の世界ああそれはその人がやってるサロンのサロンですねああサロンなんだ僕はそこにも入ってます <laughs> 入ってんだ <laughs> 入ってる <laughs> なるほど やっぱね最初はそういうサロン的なとこ入んないと全然わかんなくてその、えー、当たりすらどこつけたらいいかわかんないただサロンはサロンでやっぱこう何て言うの悪い人が結構いるんですよなんかこう初,品初心者を食い物にする <laughs> ようなただ僕でう,だうまいさんのところはまあ割と技術的な知見が深いからこの人は僕はおすすめできると思いますねずっと入ってる、えー まあ、とりあえずフォローしてみようかな。あとは、そうだな、おすすめなのは、あ,あと、ハッシュハブリサーチって会社があるんですけど、ここは有料メディアやってて、結構高いんですけど、僕、ここ入ってますね。へぇ、えー。ここはめちゃくちゃ、結構新しい話を、どんどん技術的な開発、解説を深くしてくれるんで。 読み切れないぐらい量があるんでん高いけどおすすめですねうんなんか正直なんかツイッターももちろん大前提情報収集してやるんだけどこういうお金で情報を買うってうのも結構やった方がいいかもしれないですねうーんただ初心者を食い物にするインフルエンサーもたくさんいるんで見極めは大事なんですけどね、うん、でも全然有料いくらぐらいなのか分かんないけど 1>, 1万円かな月。ええー、結構、いい値段取るんですね。うん、迷ったけど、今んところ払ってます。<laughs> まあ、あとは、ええー、ー本当だ。ホリーさんっていう方とか、あと、東さんっていう方とか、まあ、なんか、 そういう人から芋つる的に辿っていくような感じですね。なんか信頼できそうな人。なね、うん。で、まあ、やっぱりそれぞれみんな、こう、イーサリアムが一番、こう、成功するんだと思ってる人だったり、ビットコインがやっぱり一番大事だろうと思ってる人だったり、まあ、こう、ポジショントークはあるんで、<laughs> なんか、<laughs> <laughs> <laughs> まあ、そこはね、株とかと一緒ですね。うん。なるほどね。へえ。うん、結構、 そういうアカウントの見極めがやっぱ一番なんだろう情報収集で大事だったなっていう思うところかな。いやまあそうだよね。うん。まあそれはそうだと思うけど、まだ一般的と言えないような <laughs> 領域じゃないですか、うん、やっぱり。そうそうそう。新しいものどんどん生まれてくるし。うん。そんななんかね、大企業の朝日新聞とかがさ、やってるようなものじゃないだろうし。まだやっぱ。 そのトレーダーも結構大事でやっぱそういうちゃんと稼いでる人たちはやっぱこうなんだろう足も速いあなんていうの,その見極めも速いっていうか結構もうなんかあんまこうまだ芽が出てないようなプロジェクトを見つける人がうまい人が結構いたりするんでうんまあそういうトレーダー的な人もフォローしてますねなるほどやっぱそのプロジェクト人気とお金っていうのはどうしても紐も切っても切り離さないところはあるんで うんうん、個人的にはハッシュハブとかおすすめですね。高いけど。<laughs> <laughs> いや、なんかこう月3000円ぐらいだったらね、まだこう。そう考えたけど、ね、1万円なんだ。結構いい値段取るんだなと <laughs>、うん。そういう意味ではその敷居が高いのはありますね。<laughs> うん。ああ、1個おすすめあります。えっとね。 なんかもうちょっと僕にとってのコンポーザービリティが高いこ。これ,これおすすめです。ノブ、毎日クリプトニュースっていう、ノブメイさんって方がやってるメーリングリストがあるんですけど、うんうん、これ無料なんですけど、これおすすめですね。毎日結構最先端の話が届くんで。えー、これおすすめ。あと、もう一個。ああ、おお、すごい良さそう。 あとですね。もう一個。えっ、ー、と。え、これ毎日書いてるの毎日書いてる <laughs>。すごいね。異常な情報量ですよ、この人。異常だね。あと、ースこれっていう、い同じくメーリングリストがあるんですけど、それもおすすめですね。全部サブスタックだ。そうそう。へえ<ー>、あとは、やっぱ。<laughs> この辺でも手軽でいいな。 うん、その2つは手軽におすすめ。うん。うん、まあ、まずはその2つかな。逆になんか、ね、あのー、なんだろう。まあ、あとはコインポスト、コインポストジャパンとか、まあ、そういう仮想通貨系のメディア仮想通貨専業のメディアは、まあ、まあ、ニュースソースとしてはいいかなと思いますね。ん何すか何すかコインポストっていう。 ああはいはいはいまあよく Google とかで引っかかってくると思うんですけど、うん、まあそういう仮想通貨系の仮想通貨専門のメディアは軽く見るのはいいかなと思いますね、うん、逆になんかこう仮想通貨専門じゃないメディアがこう何だろうな分かった風に書いてるものもあったりするんで <laughs> はい、はい、そういうのはちょっとあんまお勧めできなかったりするんですけどね まあでもなんか DeFi も NFT も両方追っていくとかやっぱ難しくて僕は NFT あんまり詳しい方ではないんでなんか割とそこはうん周りの人なんか今井さんとか渡辺さんとか詳しいんでなんかそういう人と話したりしてますねうんまあなんで僕はだいたいそういう Twitter のからなんかそういう先見性ある人がこう なんか盛り上がってるプロジェクトがあってそれを追って持ってこうそのサービスを見てみたり触ってみたりあとは大体そういう各プロジェクトがディスコードに部屋作ってるんで、うん、そこに入ってみたりとかうんでまああとはさっきのハッシュハブとかの記事が上がってたらそれ見てみるとかうんまあでもなんだかんだやっぱ触ってみないと分かんないっていのがすごいあるんで <laughs> <laughs> うん <laughs>、うん まあ、少額入れてみるってことはよくやってますね <laughs>。まあ、でも入り口は、この毎日クリプトニュースと B スパークっていうニュースレターはおすすめですね。なるほどね。うん。いや、でも最初の頃は本当わかんない単語だらけで、時間が無限に解けていってましたね <laughs>。<laughs> <laughs> でもちろん最初の方はなんかこう、 その初心者を食い物にするようなインフルエンサーの動画とかもよく見てたし <laughs>。で、まあ、だん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 分かってくると、ああ、この人たちは、なんかちょっと近づかない方がいい人なんだなってのが分かってきたりとか <laughs> しますね <laughs>。うん。まあ、いろんな人がいるよね。いる。まあ、なんかね、その。 煽りや煽りや的な人その自分の買ってるとこを煽るために初心者をいるこれで保かるよみたいな <laughs>、うん、感じでいる人とかどこでもいるよねいてやっぱりなんかそこから脱出できるかどうかってやっぱいかにこうリサーチ力っていうか自分でググれるかっていうところが大事だなっていうなんかまあもう本当、うん、ウェブの黎明期みたいな感じなんですけど <laughs> まあそうねうんほん ああほんといろんな意味でウェブのその Web1.0 のことを思い出しますね。なんかこう、罠がいっぱい仕掛けってあるところをかいくぐる感じ。<laughs> でも今はただ、その興味があるから調べてるっていうだけなんですかうんどういうことですか要は、なんかこう、詳しくなって、 まあ、例えば自分でも考えて作ってみようとか<ー>そういうことは別に考えてないいやそれはやってみたいなとは思ってますねうん<ー>もなんか簡単なコントラクト書けるようになったら面白いかなとかん<ー>うんそれは思ってる、えー、僕もやってみたいなそういうのなんか地味にこう染みていくようなやつ <laughs> そうね。好きそうですよ。そういうのって <laughs> 地味に染みてくやつやりたいな、うん。なんか本当手始めになんかさっきのオープンパレット使ったなんか一つまあアートとは言わないけどなんか作ってみても面白そうかなとか。ああまあねそういうのもね、うん、いいかもしれないね。結構ねやっぱコードかけてデザイン的なところも興味ある、まあ、デザインエンジニア的な人っていうのはこう。 めっちゃ活躍できる領域なんじゃないかなと思ってるんですよねうーんまあ何か一発当ててみたいですけどね <laughs> 一発当てれんのかな <laughs> まあちょっとなんかバブルが崩壊してからゆっくりやりたいなって気持ちもある <laughs> いやーまあなんかあ難しいななんかそれこそさああいうのもあるんだろうなきっと<ん>何て言うんだっけあれ あれ思い出せなくなっちゃった。サービス、なんかリリースしたら告知書いてるところ。ノート <laughs> サービス。違う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 。あの、海外でさ。あ,あプロダクトハントあそうそうそう、プロダクトハントみたいなさ。<ー> <laughs> そういうのもあるんだろうね、きっと。似たのはありますね。なんか、デファイ、デファイパルスってサイトとか。うん。あるあるあ。あとなんか、それで言うと、ブロックチェーンならではなのは、その、うん どれぐらい人気なのかっていうのがやっぱ指標で分かるんですよねそのお<う>例えば指標って何ですか指標ってえっとじゃあ例えばこのなんか d e f i パルスってサイトだと、うん、あのトータルバリューロックドっていう TVL って呼ぶんですけどその DeFi のサービスにどれぐらい資産が集まっているかっていうのが分かるんですよブロックチェーン上分析するとああなるほどねだからつまりそれはイコール人気度 いなるほど。とかね。こういうのでさ、なんかプロダクトハント的にさ、みんな、今日これ作,作ってリリースしたんだみたいな感じでさ、毎日さ、うん、<laughs> ポン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 出てきてさ、なんかこう、そういうキュレーションじゃないけど <laughs>、うん、あるかもしれないですね。あとはこの IC ツールスってやつがあるんですけどこれは NFT で、まあ、ミントって呼ぶんですけど NFT の発行量みたいのがそのこの1時間内でどれぐらい発行量が多いかみたいのが分かったりするサービスうん例えば今だとなんか123458位に「ももクロ NFT カード」っていうのがありますけどもも、うん、クロの NFT が今世界でまあ8番目ぐらいに発行されてるみたいなことが分かったりするサービスとかもありますねま この1時間ぐらいだとね、うん、それぐらいの、まあ、入ってきたりするっていう可能性もあるわけだ。そうそうそう。なんかこういうので、有名、人気の NFT を発見したりしてる人もいるみたいですね。へえ。なんか僕もやっぱりこう、まあ僕もあのなんかさっきの絵文字の URL のやっととか買ったりとか、たまにしてますけどちょいちょい。うん、なんか あんまりど,うもどっちかっていうと買う側っていうよりもなんかこう作る側みたいなのでこう面白いものできないかなみたいなのをよく考えることありますけどねこういうのうん、うん、そうですね、うん、なんか前もくだらない雑談の中でですけど、うん、その iOS のサファリがエクステンションが使えるようになったねみたいな 話をしてるときに、でも iOS のエクステンションって、まあ、言ってもそんなに使う用途なさそうだよねみたいな話もちょっとしてて、<laughs> うん、<laughs> まあまあいろいろあるっちゃあるんだけど、でこの前もね、なんか僕もあのジェスチャーの拡張入れたりとか、いろいろしてたりしてたんですけど、うんうん、なんかもっと面白い拡張みたいなのを作れないかなみたいなのを考えてる中で、うん、まあ本当にくだらないアイディアなんですけど。うん その昔、バーコードバトラーってあったじゃないですか。はいはい。こうまあバーコードから、まあ、商品とかについてるバーコードから、なんかモンスターみたいなのを生み出して戦うみたいな。うん、当たった。なんかそういう感じで、なんかこう、URL からモンスターを生み出して戦えないかなみたいな、こう。<laughs> <laughs> <laughs> ことを思,い思,思って。モンスターが生み出した,い,ただなんかい。そうそうそう,そう。<laughs> ただなんか URL、 な誰でも打ち込むことできちゃうからあれだなと思って、うんうん、なんかそこにこう数の制限をもたらしたらなんかある程度こう面白いものができるかなとかなんかまあちょっと半分思考実験的にいろいろ考えてただけなんであれなんですけどでもありそうですけどね例えば灯台が URL にひも付いてモンスターっていうのが実際に NFT みたいな感じでなんかこう、うん、まあデジモンみたいな <laughs> そのピクセルアートが生成されて強さみたいな概念があってみたいな。 そう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 。う全然あり得るだからなんか簡単なパラメータだけを生成しておいて、そこから新しく、うん、まあ、なんか二次創作っていうのを、まあ、もしかしたら考えられるのかなとか。やっぱりそう。<laughs> まあなんかそういうふうになんか、僕もどっちかっていうと、こう考えて作る側の方が面白そうだなって思う部分は、なんか話聞いててもすごくありましたね。うん。本当僕最近、こうなんできないかなと思ってるのは、なんかこう。 NFT が受け渡せれば受け,受け渡されるほど何かこう変化していくようなもの例えば何か最初は卵だったんだけど二次流通すると何か変化するとか三次流通するポケモンじゃんそうそうそう通信交換ね <laughs> で進化するみたいなね <laughs> そうそう通信進化じゃなくて交換して進化するやつ、うん、ち,とちゃんと調べてないからやれるかは分かんないんだけど、うん、なんかそんなのできないかなとかね 確かにそれ面白いね。うん、なんか、それはある意味、なんかこう、まあコミュニティの盛り上げを強制的に起こす仕掛けの一つだね。そう,そうそうそう。うん、なんかね、一応、プロトタイプみたいなも,もので、なんか、NFT を流通させればさせるほど、ドットがどんどん欠けてくっていうような、なんかコンセプトアートみたいなのが一個あって。へ<ー>そう、なんか昔、あのー、なんだっけ。 どっかが見れば見るほど PV が増えれば増えるほど劣化するウェブページっていうのを作ってたの知ってますああ<ー>そ,それとた見た気がするそれと似た発想でなんかこう取引されるはされるほどピクセルがどんどん欠けていくっていうような,<ー>なんかそれなんか面白いね、うん、あのバンクシーとそ,そうそうそうかこう 逆それをなんかねうまく使ってバンクシーがそういうデジタルアート作ってもおかしくないような,、うん、なんか取引すると消えちゃうみたいなさ <laughs> 前昔さ一回オークションでさなんかシュレッダーにかけられたみたいにさ <laughs> そうそうそう <laughs> まあちょっと実際どこまでできるのかは調べてないんだけどなんかそういうのができたら面白そうかなとかうーんそれ面白そうだななんか流通することにこうインセンティブをもたら,もたらせれたらなんかこうね 流通させることをうんそれは確かにそうだねそこに仕組みを作仕組みっていうか仕掛けを作っていくっていうそういう発想はあるのか,かマネタイズ的な話をすると NFT ってあオープンシ c っていう、まあ、NFT プラットフォームがあるんですけどああ NFT、うん、マーケットプレイスメルカリみたいな でそこってその二次流通するとその元の作者に還元される仕組みがあるんですよ何パーセントかフィーを。で三次流通でも,も一番最初の親に還元されてる仕組みがあるからなんかそういうどんどん還元するようなところが、うん、なんかそういう変換していくとか何か作れたらマネタイズもできるだろうなとかね。っていうのはちょっと雑アイデアとして <laughs> 考えたりしてました。いいやなんんかでもそれ面白いねうん あとなんか結構やっぱ日本の文化というか日本のモチーフがやっぱ受けたり、うん、ってか日本のモチーフを使ったサービスってブロックチェーン上にたくさんあるんですよさっきの武士道じゃないけど <laughs> そうなんだ <laughs>、うん、っていう意味ではなんか家紋とか面白いかなとか思ったりしてて <laughs> ああそうだよね僕もさっきさあの武士道のやつ見ててさまあ感じて で、あんまりね、あの、新選組とかは確かに誠の文字使ってたけど、<laughs> そ,そんなになんか旗に掲げないよね。うん、またまあ、あれはなんかまあ、海外の人から見たら漢字が門みたいに見えるんだと思うんですけど。うん。<laughs> そっかそっか。なんかもっとね、家紋、家紋、そうそう僕もあの家紋好きで、なんか家紋の本とか持ってたりし,し,しますけど、なんかもっとシンプルで、なんか、うん シンプルだけど、なんか若干組み合わせてるところもあったりしてそうそう,そうそう、そうなんか系統とかあるじゃないですか？レアリティとか、うんうん、ね。菊の門とか。そうなんか。まあなんかデザイン側のなんか門っていうやつ知ってます。門門っていうデザインアの門あのその家をいい感じに見せるっていう。なんか、コーナーが今もあんのかな。あ<ー>昔あったんですけど、うん？うん それ結構かっこいいんんんすよね、ななかか見せ方が。そういうような見せ方でできたら面白いかなーとかうーんこれは大喜利だな <laughs> そうそうそうなんかねブロックチェーン界隈って結構みんなプラットフォームを試行するんですよなんかみんなこうつるはしを作りに行くっていうか <laughs> まあ、まあそれこそ、チェーンがこれだけ乱立してるのも、みんなプラットフォームになりたいからなんですけど <laughs> うん。まあ、ブロックチェーンに限らず、まあ、みんなプラットフォームに行くよね。そうそうそう。だからね、で、やっと、こう、ディファイーあのとか NFT とかアプリケーションがいくつか出てきたんだけど、なんかやっぱこれからは、やっぱこう、アプリケーションが作れる人っていうのは、すごい大事なんじゃないかなって思ってて。うんなるほどね。うん、いや、なんか僕も、一個、 染み込ませたいな、何か。またフォント使った何かとかできないかな、とかな。まあ、本当 <laughs> ってな。本当自体がすでに創作物だからな。うん。ブロックチェーン大喜利ができそう。<laughs> ブロックチェーン大喜利できそうだな。うん、なんか、いいな。 こう食材を5個ぐらいなんか出されてそれで,できる料理とかっていうのうマッシュアップされていくみたいな <laughs> どういうこといやなんかさっきのさ色色の一つ一つの色が食材で、うん、ああなるほどね、うん、それをうマッシュアップしていろんな料理ができてるみたいなさそういう、まあ、ちょっとなんかだいぶ ぶっ飛んでる話だけど <laughs> <laughs> そういう活用もあるのかなとかあのまあレシピとかって NFT みたいなもんですからねうんいやなんかねブロックチェーン会話はこう荒野が広がってて楽しいですよ <laughs> やれることがいろいろありそうだなみたいな <laughs> なるほどね いやなんか逆に言うと、Web の世界、Web2.0 的なこれまで僕らがやってきた仕事的なサービス開発って結構なんかもやり尽くされてる感があるなって思っちゃってて、んなんていうか、予定調和な部分が大きくなってきたというか <laughs>、うん。なんかそういう意味で面白いっすね。うん。そうだね。まあ、ちょっと NFT だけじゃなくて、確かに DeFi 的な部分で、うん、なんか面白いき ちょっとした単機能でもいいから、なんかそういうサービスが作れるといいなうん。まあ、DeFi と NFT なら NFT の方が参入消費が低いかなって思いますけどね。DeFi はやっぱその金融的な知識も必要になってくるんで、難しいのはありますけどね。んなんかさ、でも、まあれ、DeFi、あれ、DeFi? De うん。DeFi って金融的な、あ、そうか、ファイナンス。 あれファイナンスだったったけ、うん、えだからあれか、EFI はまあファイナンス的な部分が入ってるから、まあ、ファイナンス的じゃない部分のなんかそういう機能を提供するサービス的なものそれもっていうのを考えていくっていうのはありそうだよね。それこそザッパーの,そのダッシュボード的なポートフォリオ的なのとかは。 うんあ,ありかもしんないですね。直接金融には関連しないけど、うまく見せるって部分で価値をつけるとかね。うん。なんか他にもなんかそういう切り口っていうのがありそうな気はするな、でも。うん。あると思う。なんか思いつかないけど、うん。今のところは。<laughs> あと、純粋に UI だけは磨くって選択もあるんじゃないかなって思ってて。うん。なんかこう、コントラクトは、 いけてるんだけど、フロントエンドがいけてなくて使いづらいっていうサービス結構あるから。いや、なんかでもそれは結構大変そうだよね。そのダッシュボード側って。ああ、コントラクトに追従しなきゃいけないとか。そう,そうそうそう、いろいろ時代の流れに乗っていかなきゃいけないみたいな。まあ、ね、それはある。対応そういう部分があるから、大変そうだな。<laughs> まあ、ただ、だ API。 これまでのマッシュアップみたいな世界観でもそういうのあったじゃないですか。うん、まあまあまあそうなんだけど。まあそれに比べれば企画が整ってるんで、やりやすさはあるのかなとは思いますけど。うん。まあ基本は大変な道ではありますね。そういうサービスって、ね。<laughs> なんかそれよりももうちょっとシンプルで、単機能で極めたものを徐々に染み込ませていくっていうなんかこう、<laughs> 夢があるんだけど、<laughs> 僕の中で <laughs>。いや、<laughs> そういう意味だった。 それは夢がある <laughs>、うん、なんか地味に地味に使われてるみたいなさ <laughs> あ<ー>なんかあれにもこれにも俺が作ったものが入ってるんだぜっていうのはなんかいいよね <laughs> いいっすねそれはいやゃ山さん向いてそうですけどね <laughs> そういうの <laughs> うーんまあなんかちょっと気になるしなんかでもうーん ちょっとなんかすごい当てずっぽうなことを言ってるかもしんないけど、うん、なんか今ってそのなんか DeFi みたいなの、まあ、DeFi は特にまあ、まあ、金融のためのものだからあれなんだけど、うん、そういうものじゃない、金融に、に <laughs> 関係ない、そういう、なんていうのコントラクト、コントラクトじゃなくて、なんていうんでしたっけ ?DAP? なんかサービスっていう、 を作っていいくみたいなの,っていうのはあるんですかねありますよ。まあ、ブロックチェーンっていうのはさ、別にブロックチェーンの技術自体は金融と関係ないわけじゃないですか。関係ない、関係ない。あくまでキラーサービスが DeFi であり、うん、NFT であるだけであって、うんまあ、それこそブロックチェーンゲームみたいなカテゴリーもありますし。うん、なんか、もうちょっと違う世界、ブロックチェーンの世界、 っていうのがあったとしてそこに対するサービスを考えていくっていうのもまあ,あ<ー>面白そうだなと思っててそれで言うとそうだな1個例としてあるのはメえト、ー、のえっ、ー、と,、えー、となんだっけマスクなんだっけなあれえっ、ー、となんだっけんジェネラティブマスクとかですかいやまあそれはでも NFT だもんな違何マスクだっけあれえっ、ー、とねあマスクかマスクって名前でいいのか マスク .io っていうサービスがあって、うんこれは、なんか前も紹介したかもしれないけど、あ、マスクネットワークかっていうのがあって、なんかツイッターとかのエクステンションなんですけど、これは。うん、で、これを使うと、このエクステンションを入れてないと見れないツイートが作れるっていうサービスなんですよ。ほうん。要は、なんか挙動的には、このマスクってのを使ってツイートを つぶやくとそのツイートの内容がブロックチェーン上に記録されてでそれがその何だろう記録したアドレスみたいなものがツイートされるみたいな感じになるんですよねうん、うん、だからこのマスクネットワークを入れてない人から見ると何をしゃべってるか分かんない何をツイートしてるか分かんないんだけどこのマスクネットワークをエクステンションに入れてると その中身が分かるっていうようなサービス。うん。だからなんかこう既存のツイッターとかそういうネット SNS 上でそのこの人には公開するみたいなことをやった人にだけあのツイートを公開するみたいなことでできるっていうようなうんまあちょっと実験的なものがあったりしますね。なるほど。なんかあんまりまだ自分の中でこう まとまりきってないものがずっとある感じでなんですかこの中からアイディアを生み出すのが難しい感じがするんだけどなんかどっかでひらめくポイントがきそうだなずっと考えてるとこれを <laughs>、うん、それ作りましょう <laughs> なんかでもうんあんまりそのうん金銭的な価値とかに縛られない部分の ブロックチェーンとかさっきのその何て言うんだろうブロックチェーン上で動くサービス的なもの、うん、とそのマッシュアップ文化というか、うん、コミュニティというか、うんうん、なんかその辺をうまく生かしたものっていうのはまだ考えられそうな感じがいっぱい考えられそうな気がしますね、うん、まあお金とかはねそのマジデジタルで扱いやすいものだ っていう部分だとか、まあ、デ,ジデジタルアートも同じようにうん、うん、デジタル上で扱いやすいものだっていうのでまあ分かりやすく、まあ、今使われどんどん使われて発展してるっていう感じだと思うんですけど、うん、まあ多分きっとそういうものって他にもいっぱいあるんじゃないかなっていう部分で考えられそうな気がするな、うん、まああとんだろうなもう本当最近ここ1週間2週間流れとしては Twitter が えっと、持ってる NFT と Twitter のアイコンを紐付けるってのをやろうとしてるらしいんですよ。うん。うんだからそれによって、あの、なんつうのかな。NFT 上の、まあ、ある、じゃあ僕のカッパのアイコンが NFT になってたとしたら、僕のその NFT のカッパと Twitter の僕のアカウントを紐付けでき,できて、まあ、そこで、ななんつうの、これまでは何だろうな。 NFT を持ってたとしてもその活用があんまりこうウェブの世界ではできなかったんだけどまあある意味この NFT 持ってるんだ,よ、うん、だぞっていう自己検示みたいのがまあそこで可能になるわけですよねそのうんでそれって一個の価値のつき方がまた変わる分岐点かなと思っててなんかこうこれまでってまあある高級な NFT を持ってたとしてもそれを別に Twitter のアイコンにする人はたくさんいたんですけど それって別に究極 JPEG でダウンロードしてそれを設定するだけでもできたわけでなんかこうそんなにこうその NFT を持ってることに対してななんだろうなみんなが重きを置いてなかったんだけどちゃんとそこが Twitter が NFT との紐付けをやってくれることによってなんかこう NFT の持ってる価値がこうアバターにしやすいとかこう<ー> なるほどね、あるいはもしかしたら誰かがす,すげえ有名な人が使ってたアイコンを買って自分が使うとか <laughs> なんかそういうことができるというかまあだからあれだねなんか前もちょっとそ似たような話はしてたけど、うん、その NFT によってまあしょどれが所有しているかとかっていう情報は明らかにはなるんだけど。 なんかそれを主張をすることがなかなか難しい状況っていうのがあったんだけどそれが今後はその主張する世界になっていくのかな、うん、なっていく <laughs>、まあ、それがどんどんしかも一般化していくんだろうねきっと、うん、まあそれこそツイッターみたいな大きいプラットフォームがそういうのを取り入れていくとかこれからこう NFT とこう一般世界というか Web2.0 の世界が紐づくような 時代が多分すぐ来るんじゃないかなって気はしててんなんかそこをついたサービス作れないかなとかちょっとまあなんかワイアットとかはねそれをやろうとしてると思うんですけどうーん確かに自分のアイデンティティをこを証明するようなサービスというかう,ーん,そうなんか僕もそういうサービス作れたらいいなとか思ってますねうーん ちょっとまだなかなかダメだ,だな。僕の頭ではまだ何も生まれないな。<laughs> いや、やっぱりまだまずは今あるものを触ってみるのがいいと思いますよ。<laughs> ああ、まあそれは確かにそうかもしれないけどね。うんうん、体験しないといけないのかもな。うん、もっとなんかいろんな側面を見たりとか感じたりしないといけないのかもな。そうっすね。いろいろ不合理はあるんで、まだまだたくさんうん。 僕もようやくなんか、あ、こういうことで,できるかなとか、ちょっと思い浮かぶようになりましたけど、半年前とか本当何もわかんなかったですね。うん、確かに僕も半年前は何もわかんなかったなうん。っていう、ブロックチェーンチャンネルみたいになってきたけど。<laughs> <laughs> ブロックチェーンチャンネルに乗っ取られそうだな。<laughs> <laughs> <laughs> これでもこれでも自重してますからねちょっと <laughs> やばいなそのうち各種ブロックチェーンの話になりそうだないやネタが多いんですもん <laughs> <laughs> うん、まあ確かにネタは多いねだってそんなに僕言ってもなんとなくこう RSS で拾ってるぐらいだけどネタがありますもんうん、うん そうそうなんかポッドキャストもコンポーザビリティあげたらいいんじゃないかな <laughs> どういうことわ <laughs> かんないけど <laughs> 適当に言いました <laughs> あでもさそのブログとかってさ引用できるじゃんはいはいはいああなるほどねでもポッドキャストって引用難しいよねそれは面白いなそれは面白いですねポッドキャストの引用ってどうやってやるのだってそのまま流すしかないじゃんだって <laughs> ポッドキャストがいに、ポッドキャストのい用よみたいにできたら面白いですけどね。でもアンカー内ならそういうのできそう、できてもよさそうですよね。この間の音楽を挟むみたいな感じじゃないけど。うん、まあ,あ確かにね。アンカー内の別のアンカーのポッドキャストのエピソードのこの秒からこの秒までを挿入するみたいな、ね。そうそう,そう,そうで、なんか喋ってる間にさらにこう副音声でしゃ喋るみたいな。<ー> <laughs> <でも> <laughs> カオスになりそうだけど。できそう。 うん、コンポーザビリティ上げたら、みんな引用してくれるかな。まあそういう意味ではグー、YouTube の方がコンポーザビリティは高いのかもしれないです <laughs> ああ、まあそうだね。それはそう。うん、なんか,か Twitter に埋め込めるとか、それもコンポーザブルの一つですよね。なんかこう。 YouTube のタイムラインとして出せたりするじゃないですか、タイムラインで、ねうん、インフィードで。まあでもやっぱり、そういう意味ではさ、単純にそのクリップ、なんかちょっとちっちゃいクリップみたいなのを作れるっていうのは重要なんだよね、<ー>きっと。なんかあの、なんだっけ。今それが難しいじゃん。だって、まず埋め込むとかそういう以前に。あ,あれあれ、あの、なんだっけ、オープンお、違うわ、オープンキャストじゃないや、なんだっけあの。クリッピングできるポッドキャストのアプリありましたよね。あ、オーバーキャストか。 ああ、はいはいはい。ユーザーがクリッピングして、切り抜きしてシェアできるみたいな。うん、なんか、あそうだよね。なんか最近、そういう、まあ Twitch とかさ、オープンレックとか、うん、そのゲーム配信のサイトとかでも、そういうクリップユーザーが作るっていうの当たり前だから。確かに。うん。確かにな。そういうの重要だよね、やっぱ重要、うん。なんか切り抜きチャンネルとかありますもんね、YouTube でも。そう,そうそう、あるあるある。 いいっぱいあるよそんな有名配信者だったらみんな持ってるような感じだよね。それやりたいよな。ある意味僕らの場合あの、アフタートークがそれに近い状態になってるのかもしれないけど。まあ確かに。まあ、でももっとなんか短い単位ぐらいでさ、なんか長くて3分ぐらい、うん、1>, 1、2分とかで1分ぐらいでさ切り抜いたやつみたいな欲しいよね。うんうん